どうもバーンです。自作ラジコン飛行機3号機を浦の浜に持ってきています。本日2本目の動画です。正確には3本目か、木登りじゃない、木に引っかかった、3号機を突き落とす動画をねまた別にしようと思いますけど、まあ、そんなことはさておきですね。ロールがね3号機できないですね。なんでだろうな。この翼端の上半角があることによってこういった時にどうしても元通りに戻る力が働くんかもしれないですね。というわけでもう一回チャレンジしてみますけれども、もうものすごい変な機体の挙動になるんですよ。この上半角があることによってだと思うんですけどね。もうこうしようとしてもどうしてもそうさせてくれないんですね。まあ、一遍ちょっとカメラも積んでみてね、その辺どうなのかっていうのをね確認してみようと思います。カメラは証拠りもなくインスタ360 GO2 を、マウントをちょっとね GoPro マウントやめて、純正のマウントを改造したやつをね使って、で軽量化したんで、それで GoPro じゃないや、インスタ360 GO2 が乗せて飛べないかどうかもね確認していきたいと思います。それでは準備開始。それではロールのリベンジの動画になります。バッテリーはサンセル 300mAh、 残量 99%、 タイマー3分、カメラはインスタ360 GO2 を持ってくるのを忘れたんで、Amazon 格安2100円ぐらいのカメラですね。それではテイクオフです。ちょっと成功したんじゃないですかね。ただ著しく高度が下がってしまって、機体をコントロールするのが非常に難しかったです。そして木の陰に隠れて、で琵琶湖の方で想像しながら飛行せざるを得ないと。あとそれから、前々回のフライトで、エルロンのねこのリンケージが外れたんで、それを修理したんですよ。で、その影響だと思うんですけども、エルロンが、右翼のエルロンが下向きになってます。なので、エルロンのトリムも必要になります。なので、ちょっといろいろね、問題があるんですけども、ちょっとそれはもう次回の、課題というふうにしたいと思います。本日以上です。ではでは。